はい、午後の相場解説です。今朝5時、6時ぐらいだったですかね、相場解説で下がったのが、これからゾーンの中にね、レジサボのゾーンの中に戻りますよっていうことで、バイの方で、エントリーを見ていくと言いましたけども、まあ、あれから順調にですね、なんて言いますかね、戻ってゾーンの中に入りましたね。じゃこの辺を今日は解説していきたいと思います。では、どうぞ。画面切り替えて、これがね、本日のデイリーです。デイリーで確認していただきたいのは1点、これが上昇トレンドにあるってことですね。それだけ分かれば十分です。では次は4時間です。4時間では何が見えるかと言いますと、先週お話しましたよね。ここから第1波が始まって、ちょっと戻って、これが38.2%を超えましたんで、ここを第3波としてエリオット波動の3波を取ったという思い出がありましたね。で、折れ曲がって第5波がぐっとここまで来たということでございます。5波も一旦ここで N を書きましたけども、2回に分けて取ったということになりますけども、あとはね、調整波がこのように入ってきて、あとはここまで戻ってですね、その後私の予測では W 上辺が強いを貫いて、レジサポラインを越えて、ネックラインを越えて111円の方向に行くというのが私のシナリオです。上昇トレンドですからね、デイリーで見たように。ですから、バイで入れば、まず負けはないなってことでございます。で、今度は、1時間軸見てみますけども、朝説明したように黄色いところがゾーンです。この中で、レンジで推移してたものが、ブレイクして、私は上に抜けると思ったんですけども、寝てる間に下の方に抜けました。今朝ここから、この下に抜けたところから、私は相場解説しましたよね。で、この、なんですかね、レンジの中に戻るよって言ったことがそのまま戻りましたね。で、レジサポが転換してこの中に入って、またね、レンジの中で書いて、今度こそ上にブレイクするんではないかなっていうのがこれからの見通しですね。ということで、やっぱりここまでは申し上げた通りになりましたんで、やっぱりバイの戦略でいいんじゃないかなっていうところですね。これから111円の方に戻っていくんじゃないかなと思います。それでは本日は、もうちょっと予想見ますけども、多分ね、レンジの中でバタバタして上にブレイクするには至らないんじゃないかなと思いますね。まあ夕方まで見ていきましょうか。それでは失礼します。